こんばんは、元男の子の。手でかカメラのせいか、これレンズのせいだよね、そう思いたい。改めまして、こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、青木かのん初の一人で100の質問をやっていきます。これ一人でやって面白いかな。今日はですね、なんか今まで私がそんなにあえて話すほどでもないかなみたいな感じの質問とかもなんか100個とりあえずバーって用意したんで、それを今日はポボボボンって答えていきます。ではですね、早速スタート。お名前は青木かのんです。その名前の由来は、私が歌舞伎町に働いてた時の、ストレス悪すぎんだろ、そこのお店のママにつけてもらった名前です。誕生日は8月の13日です。何座？獅子座です。何型なの？王です。チャームポイントを教えて。ハゲた前髪。自分が思うあなたの性格は？変なやつ。他人から見てどんな性格と言われますか？変なやつ。自分の好きなところをあえて一つ挙げるなら、ふざけるときはふざけて、真面目になるときは超真面目になるところです。自分の嫌いなところをあえて一つ挙げるなら、なんか一つにはまっちゃったらもう周りが見えなくなるぐらいグワーっていっちゃうところ。困る。芸能人に似てるとしたら、誰だろう、分かってるでしょ。動物に例えるとしたら、ゴリラです。やばい、めっちゃ痛い。色で表すとしたら、青木なので青で、あんま好きじゃないんだけどね、青って。自分で言葉で表すとしたら、変。好きな言葉は、継続。趣味は、スマートフォンケース集めと旅行です。特技は、指パッチン。あれ、ならなかった。将来の夢は何ですか？チャンネル登録者100万人行きたいです。このんちゃんって何人家族だな？4人です。5か、これ。兄弟とか姉妹とかいるの？男時代は兄弟だったんですけども、今は姉妹です。何言ってるかよくわかんない。兄だったんで、妹がいた時は兄弟でも、今は姉になったので妹だから姉妹。 Understand? ここからは好きなもの嫌いなものを答えてね。はい。好きな楽曲。そうだな、 YouTuber の青木かのんが出したかさぶたの私っていう曲かな。好きな映画は、崖の上のプニュ。あ、全然面白くない。プニュです。好きなテレビは、しゃべくり7。ん？何のってこれ。好きな YouTuber は、ヒカキンさんですかね。やっぱり、面白い、一番。好きな色は、金色です。うわ、なりきん。好きな教科は、保健と体育。好きな食べ物、すき焼きが大好きです。卵に、さっと。好きな動物、または生き物、ワンちゃんが好きです。休日は何してる？なんか、ぼーっと街中を歩いたりとかしてます。ウィンドウショッピング、大好きです。よく行く場所は、横浜とか、好きです。インドア派？アウトドア派？アウトドア派です。海？山？山。でも虫が嫌い。S？ M？ S。 夜は M。 和食？洋食？和食が好きです。お寿司大好き。ねえ、 LINE の返信って早い方なの？めちゃめちゃ遅いです。仕事ができない人間の特徴。 LINE の友達はどれぐらいいる？323。でもほとんど連絡しない。ねえ、未読無視とかすんな。しょだむん、 LINE でブロックしたことある？あります。親友と呼べる人は何人いる？3かな。よく会うような友達は何人いる？15人ぐらいです。普通？わかんない。愛したい派？愛されたい派？愛されたい派。初デートに行きたいスポットは？やっぱりみなとみらいとかですかね。好きな人とは手をつなぐ派？恥ずかしくて苦手です。将来結婚はしたい？わからない。でもしたいかも。子供は何人欲しい？いや、子宮を支給してくれるのであればいつでも子供は欲しいですけど。何か男の子？女の子？もし本当に私が産めるのであれば、男の子が最初で2番目に女の子がいいからな。現実主義。子供の名前は何にするな？運のある子供と書いて、うんこです。折り返しです。頑張ってください。はい、頑張ります。YouTuber やってて良かったことは？女になることに反対していたお父さんと仲良くなれたことが一番嬉しかった。YouTuber やってて良くなかったことは？前髪ハゲたことを公表したらプライベートでもいじられるようになったことですかね。はい、やめてほしいです。YouTuber やってて一番大変だったことは？
これ絶対伸びるでしょって思って出した動画がずっこけた時、もう一番悲しい。企画、撮影、編集、どの順番で大変？疲れる種類にもよるけど、体力的だったら編集、撮影、企画ですかね。でも企画は面白くなかったら動画伸びないし、難しい。企画はどんな時に思いつく？なんかぼーっとしてる時とか、普通に買い物してる時とか、その時にパッとメモ帳アプリ開いてメモする。YouTuber の初給料で買ったものは、お母さんをご飯に連れて行ったこと。もう二度とやりたくない企画は。赤い壺っていう激辛チヂミ食べれるお店、あの後2日間ぐらいダウンしました。一番手応えを感じた企画は、そうだな、野球企画ですかね。一番伸びた、またやりたい。一番手応えを感じなかった企画は、一番最近だとプライル回転寿司とかですかね。ビビるぐらい伸びなかった。もし100万円あったら何に使う？家族を海外旅行に連れて行きたい。もし魔法が一つだけ使えるならどんな魔法？空を飛びたい。いや、そんなありきたりなことじゃない。子宮を体に組み込むことかな。もし明日世界が滅亡したら何をする？なんか乗り物とかハイジャックしてみたいですね。はい。もし政治家になったらどんな日本にしたい？ありとあらゆる国に橋を架けて行き来できるようになりたい。65問目ですが、疲れましたか？ちょっと疲れた。部活何やってる？または何やってた？野球部でした。課金。それは楽しかったの？うん、今となっては楽しかったかもしれない。勉強はできる方？全くできません。最高何点取ったことある？44点くらいです。今まで何人に告白されたことある？8人。今まで何人に告白したことある？1人。今更ですが、性別は？女です。学校は楽しい？または楽しかった？めっちゃ楽しかった。できれば戻りたい。先生に恋したことある？え？そんなことなかったかも。どんな男の子が好き？なんか明るい感じの男の子。どんな女の子が好き？あまり悪口を言わない子。今何問目の質問？知らねえよ、そんなことは。どこの質問？花火大会やハロウィン、クリスマスなどのイベントは好き？ YouTuber になる前は好きだったかも。なんか動画のこと考えずに、わーって外で遊びに行けないじゃないですか。YouTube は一番稼ぎ時だから、この時期ね。便乗しなきゃいけないんですよ。お金大好きだから。どんな思い出があるか教えて。なんかめっちゃちっちゃい時に、すごい高いお寿司屋さんのカウンター席で折り紙握ってたら、マスターにブチギレられたっていう。なんか机に色落ちちゃうから、やめてくんない？みたいな。自分の名前であいうえお作文どうぞ。足がスラッとしている。お尻がプリティーな。金玉。ホラー映画得意？そもそもあんま見ないかな。辛いものは得意？全然苦手です。甘いものは得意？甘いもの大好き。パフェとか。春夏秋冬どの季節が好き？秋。その理由って？なんか一番過ごしやすい季節っていうか、なんか虫もどんどん減ってくるし、春よりは秋。その季節に何したい？外にいっぱい出て動画を撮りに行きたいです。今行けないもんね。秋さん、朝起きて何すんな？歯を磨きます。夜寝る前何する？最近だと梅酒を飲むのがハマってます。あともう少しです。頑張ってください。頑張ります。行きたい地方は？北海道と九州行ってみたいですね。どっちもね、上陸したことないんで行ってみたい。その理由は？今行ったやつ。そこでどんなことしたい？街並み歩いたりとか、ラーメン食べたりとか、いろいろしたいです。人生一番楽しかった思い出は、中学校2年、あと高校3年。友達と好き勝手してた。あの頃が大好き。この質問も楽しかった？はい。では、質問してた人に向かって、一言どうぞ。自己 PR をお願いします。自己 PR。今までは、こういった腕出す服あんまり着たくなかったんですけど、痩せれたから、着てます、今。頑張ったよ。ほら。何のポーズこれ。最後に一言どうぞ。チャンネル登録、高評価、お願いします。はい。こんな感じですね、青木かのんの100の質問を答えてみたんですけど、これからも青木かのんいろいろ動画出していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではですね、最近インスタグラムをしょっちゅう更新してるので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。